こんばんは、チキンブローザイドルあかりみかんですオレンジジュースを飲んだ後ボリューム八十始めたいと思いますあかりみかんの YouTube 聞き流しラジオオレンジジュースを飲んだ後こんばんは、あかりみかんです今回は オレンジジュースボリューム80ということでやるわけではないんですけども、7月27日にね、会ったあの新宿ロフトさんに、あの、弟が見に来てくれたんですよ。なのでね、せっかくなんで、今回は弟にね、いろいろ質問した内容で喋っていきたいと思います。<laughs> じゃあ、 早速いきます、ね、あの5つね弟に質問しましたまず1つ目姉のことをどう思っているかって聞きましたで帰ってきた答えがお姉ちゃんは中学の時から精神年齢あ,あんま変わってないので最近は妹っぽいと思っている子供の時はよく遊んでくれる優しい姉だと思ってた って,書い,てきました <laughs> いやこれね妹っぽいってね弟たし確かに私があの高校生ぐらいから言ってるんですよで弟と3歳差なんですけどあのということはですね多分弟の中だと私は多分中人ぐらいで止まってます悲しいそうあんまりお姉ちゃんだと思われてませんね なんか、あんまりなんか頼られるとかないですね。<laughs> なんか、あるじゃない、お姉ちゃん、なんかお願いみたいな、お姉ちゃんお願いみたいなのあるじゃないですか。なんか兄弟とかで。兄弟あんまないのかななんか姉妹とかではあるイメージなんですけど、あんまりそういうのがないですね。<laughs> そういうことか。悲しいわ。じゃあ問、という二つ目。えっ、ー、と、 姉と一番印象に残っている思い出はって聞きました。えっと答えが子どもの頃よく寝る前に母親が本の読み聞かせをしてくれていたのだが姉はその読み聞かせを話半分で聞いていたある日母が「ガラスのうさぎ」という本を読み聞かせてくれたタイトルの「ガラスのうさぎ」は 作中の重要な場面で出てくる置物なのだが本を読み終えた後姉がそういえばタイトルの「ガラスのウサギ」はどこにいたのと聞いた時子供ながら「この人は本当に話を聞かないなと思った」それと「姉はピクミンが大好きなのだがゲームがめちゃくちゃ弱い」「実家に帰るたびによく遊ぶのだが死ぬほど弱い」「そんなに弱いか?」毎回負けているの 負けてるのもかわいそうだからいろいろアドバイスするのだがほとんどそのアドバイスは聞いていないだからずっと弱い <laughs> 本当にこの人は話を聞かないなと思った話を聞かないやつになってるじゃないかま,まあでもまあガラスのウサギあの寝る前にねそうお母さんがよく本を読んでくれたんですよガリバー漂流記とかさ覚えてるのは。 それぐらいか『ガラスのウサギ』も読んでくれましたねなんですけどまあ寝る前なんでまあもう眠い眠るための本なんでね <laughs> まあ結構本を読んでくれるのを楽しみにしたんですよ二人ともそうだから結構好きだったんですけどまああんまり聞いてなかったのかもしれないあとこれで思い出したのが私あの なんか、小学生の頃の通知表に、なんか、いつだったか忘れたんですけど、いつの学年だったか。なんか、落ち着きがない、話を聞いてないみたいに書かれてた時あって、すごい辛辣すぎません小学生の通知表に。<laughs> いや、本当に悲しかった、あの、あの時。だからずっと覚えてる。そう。まあ、ずっと覚えてるって言いながら思い出したって言っちゃった。<laughs> ずっと根に持ってます。<laughs> <laughs> まあそれぐらい話を聞いてないです今もなんかね話を聞いてるときねたまになんかどっか行っちゃうんだよねどっかなんか脳内がお散歩してるときあるのを感じますねはいいやもうこのピクミンに関してはね話を聞いててもそうできるもんじゃないからそんなすぐにねだから弱いんですあと好きなだけで練習はしてないです <laughs> 勝つための練習とかはあのしてないですね。ピクミン楽しんでやってんで、いやまあ勝てなくて悔しいんですけどいつも、はいそう弟といつもゲームしてんですけどね。たまにでも勝ちますよ。いろんなゲーム、たまに勝つ。まあ、よく負けてます。<laughs> 次いきます。問い三。問いさんなんて書いたっけな。ちょっと待ってね。弟の答えだけメモして、自分がなんて聞いたか忘れちゃった。 あ姉のあの「ダメなところ嫌なところはありますか?」って聞きましたいさん答えが姉が1人暮らしを始める時姉は最初は出ていく部屋にあるいらないものを捨てようと分別していたのだが引っ越しを間近に迫ったある日全部あげるって言って部屋にある残りのいらないものを置いていった <laughs> もう一個書いてる。 あとと急に頼み事を振るところこのアンケートは <laughs> 昨日の23時に急に言われたんだが締め切りは明日の19時までと言われて受付時間が一日もなくてびっくりした <laughs> そう最近あの曜日感覚がなくて <laughs> そう今回何の話をするかであ「弟の話そういえばしてないじゃん全然」と思ってあの来てくれたのに新宿ロフトに。 でツイートもしてたんですけど「あよかったらツイートねさかのぼってみてください気になる人は」そうなんですけどそう急に振りましたこのアンケートまあちゃんと返してくれてね嬉しいですねふ普段あんまり連絡取らないんですけどそう弟あんまり LINE 見てないかなとか思うんですけど見て見てました <laughs> 返してくれましたありがとう弟 <laughs> そこの1人暮らしを始める時ねそう、あのー、弟に部屋をあげたんですよ私の部屋を。なんですけど、まあ、掃除が追いつかなくてまあなんか別に弟もいらん、まあ、弟がいらないものも明らかに何個かあったかもしれないんですけど漫画とか漫画とか別に置いてってもいいかなと思ってあげるあげるって言って <laughs> あこのタんすはあげるって言って <laughs>。 去っていきましたそうこれでなんかこの引っ越しエピソードがあって弟と私のなんか私の部屋一人暮らしの部屋にあの荷物をねお父さんんと弟が持ってきてきくれたんですよその時私が何をしてたかは知らないんですけどお父さんと弟が持ってきてくれてでねあの荷物がごちゃごちゃしててちょっと汚かったわけですよ。 いいやそんなななことないな私が部屋が汚いのも知ってんで弟がだからなんかいろんなところにメモを隠して弟そうなんかお姉ちゃんが見つけなそうな場所になんか隅々まで掃除をしないと見つけなそうな場所にメモを置いてるわけですよ何枚ぐらいあったかな5個ぐらいあってそれをねなんか結構前の話なんですけど6年前ぐらいのメモを なんか1年半前ぐらいにカーテンレールの上から見つけました1枚 <laughs> いやカー,カーテンレールの上ってあんまり掃除しませんよね <laughs> いやちょっと掃除してなさすぎるかと思って掃除した時にやっと見つけましたなんて書いてあったかな忘れちゃったなんか「部屋綺麗にしろ」みたいな感じのメモが書かれてたと思います <laughs> 取っとけばよかったなとってもう一回置き直したかと思って見てみたんですけど捨ててましたねもう一回置き直してなかったさすがにじゃあ問4番いきますね問4えっとこれはねお姉ちゃんの好きなところはって来ました姉の好きなところはって返答が明るいところ姉の書く油絵の画風は奇抜で結構好きあ嬉しい <laughs> 普通に嬉しい返事ありがとう <laughs> 姉のなんかダメなとこいっぱい書いてくれたんですけど、まあ、好きなとこはもうこんなもんですよね。<laughs> で最後の質問がなんか一言言いたいことはあって聞いたんですけど今チキブロのファンアート書いてるから今度送るねだって楽しみですね今度弟がファンアート書いてくれたらなんか載せていいよって言われたら載せますね。 え楽しみだな <laughs> 普通に楽しみですねそんな弟と私の話でしたまたなんかまたなんか機会があれば質問しますねあなんか弟に聞いてほしいこととかあったらあのコメントでお待ちしてますよかったらお待ちしてますね <laughs> あれば弟に聞いてほしいことはいこんな感じです まあ、あの思ったよりあのしっかり書いてくれてお姉ちゃんは嬉しかったですなんかお姉ちゃんお姉ちゃんって自分のこと言うのはあれだな弟からこの質問が来てたら私い多分ねだいぶ悩む <laughs> <laughs> だから弟のこと方が私のことをちゃんと考えてくれてんだなってことが分かって姉は嬉しかったですありがとう弟。<laughs> ボリュームこんな感じでオレンジジュースボリューム80でした聴いてくださりありがとうございましたおやすみなさいいい夢見てね